ジョルジュ・フェルディナンビ号はフランス人の画家、挿絵画家、漫画家。1882年から1899年にかけて日本に17年間滞在し、当時の日本の世相を伝える多くの絵を残したことで知られる。署名はミサト・ミヨシともある。1860年にパリで生まれる。父は管理、母はパリの名門出身の画家。 母の影響を受けて幼い頃から絵を描き始める。4歳の時妹が生まれ、8歳の時に父が亡くなる。1871年3月から5月にかけてのパリコミューンでは、その成立から崩壊に至るまで燃え盛るパリの街や戦闘、殺戮をスケッチして回っている。エコール・デ・ボザールの入り口1872年にエコール・デ・ボザールに入学して絵を学ぶが、 家計を助けるために1876年に退学して差し絵の仕事を始める。在学中はジャン・レオン・ジェロームや肖像画で知られるカロリス・デュランの指導を受けた。退学後、サロンに出入りして日本美術愛好家として知られたフェリックス・ビューオやアンリ・ゲラールから日本美術についての知識を得、差し絵の仕事で出会ったエミール・ゾラやエド・モンド、コンクールなどからもジャポニスムを知るようになる。 1878年、フェリックス・レガメが旅行記、日本三作を出版、同年のパリ万国博覧会では、浮世絵と出会って、興味を抱く。この頃ろ同版画の技法を学んだ。また1880年には、美術研究家、ルイ・ゴンスによる、大著、日本美術の挿絵を一部担当した。1881年には、エミール・ゾラーの小説、七の単行本向けに、 挿絵17枚を寄稿する。人気作品の挿絵を担当したように、フランスですでに一定の知名度を得ていたが、日本への思いは強く、渡航を決断する。陸軍大学校で当時教官を務めていた、在日フランス人のプロスペール夫婦のつてを得て、この年の暮れに、マルセイユ校を立ち、1882年の1月、21歳の時に来日した。 美号が創刊した漫画雑誌、トバへの表紙。ピエロ姿の人物は美号が自らをギガ化したもので、ある。当時は写真が技術的な信頼性に欠けていたため、陸軍士官学校では記録用に写生を成果として教えていた。美号は、夫婦の尽力と陸軍兄弟戦話の紹介を得て、 1882年10月から1884年10月までの2年間、お雇い外国人として絵画の講師に雇用され、安定した立場と高額の報酬を得ることができた。この間、日本の庶民の生活をスケッチした3冊の画集を自費出版している。日本の社会を知る目的もあって、遊郭にも出入りする生活であった。しかし、 講師の契約が切れると洋画を教える場所はなかった。幸い、自費出版した画集は外国人居留地に住む外国人から好評を得たことから、美豪はその後も居留地の外国人向きに絵を描くことで日本に住み続けることとなった。美豪は上記の通り浮きに興味を示し、来日後はその習得にも関心を示したが深入りすることはなかった。それは、 当時の日本では、江戸時代のような浮世絵がすでに作られなくなっていたことに加え、浮世絵に描かれた世界が、庶民生活の中にはまだ残っていることに気づき、日本での生活から、自らの芸術の題材を見つけようとしたためであった。美豪は、当時の日本の世相を、版画、スケッチなどの形で時には風刺も伴った絵に、表現した。当時の彼の作品には、 日本人が興味を持たなかったものも多く、題材としており、今となっては貴重な資料ともなっている。1885年、会心新,新聞の専属学校になった。その折の紹介記事では、二国の江戸っ子なりと、自称せりとある。1885年と1886年から1887年の二度に、渡って、半年間、中江町民の仏学塾でフランス語を教える。 微号は中江の門程とも交流し、当時の自由民権運動の模様にも接することになる。1886年には一旦帰国を検討するが、フランスのルモンド・イルストレやイギリスのザグラフィックといった新聞から日本を題材とした報道画家の職を得たため、さらに滞在を伸ばした。この頃には、〇〇新聞への漫画の寄稿や郵便放置新聞に掲載された。 翻訳小説の差し絵など、日本の大衆の目に触れる仕事も行うようになる。微号はフランスでは漫画を描いたことはなく、日本で〇〇新聞やジャパンパンチといった風刺画中心のメディアに接して、自らも漫画に進出した。微号が残した風刺画の中には、影絵の形式で複数のコマを並べて、ストーリーに仕立てたものがある。4コマ漫画との関連について、 清水遺産は、美合は7から10コマの複数のコマを使用しており、美合が描いた4コマ漫画は、日本の漫画家のものを筆写した例があるだけだと、記している。とはいえ、清水は、美合は、ヨーロッパの比較的長いコマ漫画のスタイルを日本にもたらしたとも評している。報道画家の仕事で、経済的な基盤ができたこともあり、1887年に、 巨流フランス人向けの風刺漫画雑誌、トバエを創刊し、日本の政治を題材とする風刺漫画を多数発表した。この年、先行するジャパンパンチは収刊した。発行していたチャールズ・ワーグマンは、ビゴーの絵のうまさを見て決意したという見方もある。ビゴーは、トバエ第5号で、さらば、我が友と題して、ピエロが侍を見送る絵を載せた。ビゴーは、条約改正には、 当時の居留民に同調して時期尚早であるという立場を取る。当時のトバエには中江町民とその門弟も協力して日本語のキャプションをつけていた。彼らは政府批判という面で協力したとみられている。日本語のキャプションが付されたのはジャーナリストに影響を与えることを目的に日本の新聞社や雑誌に送付していたためであった。なお、清水遺産は美号が トバエで主張したことについて条約改正は時期尚早である。明治政府は国民の反対を抑えて条約改正を強行しようとしている。日本の近代化にはまだ時間がかかる。の3点を指摘している。トバエ36号に掲載された万代山噴火に関する風刺が万代山破裂の図、万代の破裂を写すより写真屋の行列を写した方が よほど面白関米との文を添え、現地に押しかける写真屋の姿を皮肉っている。居留地の外国人が商売相手で発行書も居留地とする一方、美豪自身は居留地に住むことはなく、日本人の生活を間近で知るために日本人の住む街並みに身を置いた。仏学塾で教えていた当時は、高島地区二番町に住み、 1887年頃から1890年までは、向島という外国人としてはかなり偏僻な場所に居住した。その背景には、トバイに掲載した風刺画による警察からの監視に身の危険を感じ、創始に気づかれるのも避けたいという事情もあった。1890年には、牛込区市ヶ谷中野町に再び転居する。ここは、美号が、 来日初期から世話になった、氏族、佐野清の居宅のある市ヶ谷本村町からは、至近の距離にあった。美号の取材対象は政治に限らず、1888年の万代山噴火や1891年の農美地震、1896年の三陸、大津波といった災害にも、上記の外国史通信員として、取材を行っている。万代山取材の際には、 写真の力を通感し、自らも写真の技術を身につけた。脳美自身では撮影した写真をもとに報道画を描いている。これらの報道画はビゴーが本来の画業で培った写実的なものである。この間、ビゴーはフランスのサロンに油彩画を出品し続けた。しかし、若い頃に、 写実主義の影響を強く受けたまま祖国を離れた美豪の画風は印象派などの新しい流派が主流となったフランスでは時代遅れとなっており、度重なる出品にもかかわらず、対日当時は入選することはなかった。1889年でトバエは休刊し、その後も美豪は複数の風刺画雑誌を刊行した。しかし、 第2本帝国憲法発布で自由民権運動が収束すると条約改正問題を除けば日本の政治に関する風刺はほとんど見られなくなった。1893年には半年ほど京都市に滞在。これは大阪市や神戸市の外国人居留地へのセールスが目的であった。また、この時期に千葉県ケミ川村稲毛にアトリエを構えて移り住み、 帰国直前まで暮らすことになる。魚釣り遊び、鳥羽へ一号業を釣り上げようとする日本と中国、横取りを企むロシア。1894年7月、34歳で氏族の佐野清の三女佐野マスと結婚した。マスは美しい切れ長の瞳を持つ美人で、美豪より17歳年下であった。美豪は日本への永住を考えていた。この頃、 フランスから帰国して間もない黒田清照と知り合った。微豪は日本で暮らすため、下段の重要人物と目した黒田の地遇を得ようとした。しかし、最新の流派を学んで帰国した黒田と上記の通り、古い写実主義で育った微豪では絵画に対する考えに大きな違いがあり、結局二人は大喧嘩をして絶縁した。同年8月に日清戦争が勃発すると微豪は、 A 氏、ザ・グラフィックの特派員として陸軍に従軍。二度にわたって、朝鮮半島や中国東北部を取材し、報道が起寄した。一度目は、富山、三河、平壌と朝鮮国を北上し、10月下旬の王力工作船を取材して11月初旬に、広島に戻り、約1ヶ月間、新婚の妻増と過ごして12月には再び、中国戦線に出かけ、 翌年にかけて満州を取材した。これらの絵は、野戦病院や雑役に従事した軍部など、日本のメディアが関心を向けない題材が描かれていた点で貴重なものである。また、従軍に際しては写真機を持参しており、約200点の写真を撮影している。ただし、日清戦争が終結すると外国史への寄稿は、次第に少なくなっていった。 1895年にはまた、長男モーリスが誕生した。日清戦争の勝利により、日本がアジアの中でその地位を高めたことで、美豪の風刺は日本を中心とした極東情勢が主なテーマとなっていった。同時に、ロシア帝国に対抗するイギリスが日本への接近を図り、条約改正への流れは決定的となる。美豪が主な顧客としていた。 居留地の外国人が条約改正を嫌って離日すること、また写真の発達で報道画の仕事が激減したことで、微号は生活の不安を抱えた。加えて条約改正に伴い外国人居留地と違い保権が撤廃されることで、従来のような居留地を根拠とした自由な出版活動が困難になることを要期していた。微号はまた多くの居留外国人同様、 日本の司法や警察に不信を抱いていた。1899年6月、条約改正の発行1ヶ月前にビゴはフランスに帰国した。39歳であった。夫人のマスとは離婚し、フランス国籍の長男は自らが引き取ってフランスに連れ帰った。マスとの関係については、後に誕生した次女の階層として離縁されたという証言があり、大川茂は、 マストの確執が美豪の忍耐心を抑えられなくなったのであると記している。帰国直前に観光した画集1899年5月は日本への幻滅感を強く印象づける内容となっている。同版画で日本を題材とした画集ルジャポンの観光を起きとしたが未観光に終わった。帰国後の1899年12月にフランス人女性エムデプレと再婚。 この妻との間には1904年までの間に二人の女子を設けた。1900年のパリ万国博覧会で世界一周パノラマ館の設計に関わったとされる。この他にも挿絵、漫画、ポスターなどの大衆画家として活動した。ただし、及川茂は、美号は帰国直後に若干の風刺画を手がけたものの、イラスト入りの新聞、雑誌の前世紀で多くの同業者がいた。 当時のフランスで、ビゴの作品は、読者の関心を呼ぶことができず、日本の情報を描くことに転じたと記している。1903年には日本で暮らした稲毛海岸を題材にした、油彩画がサロンに入選する。これはビゴにとって、生涯唯一の入選であったと見られている。この絵は画風に、印象派のスタイルが取り入れられていた。1904年に、 日露戦争が起きると、フィガロ紙から特派員の仕事を打診されたが、次女の誕生直後だったためこれを断っている。その代わりに、日清戦争当時の取材経験をもとに想像したと推定される戦争画や日本を題材とした絵をフランスの新聞に寄稿した。ビゴーはこの頃まで日本通りの画家として、日本を扱った絵を多く手掛けたが、日露戦争終結後は減少した。 エイド・ジェ・ディオールの大仏の耳の中で、が、日本を題材にした彼の挿絵本の最後となる。その後、ビゴーは、大衆向けの販売促進を兼ねた、娯楽出版物だったエピナール版画の下絵を描く、仕事をした。大川・シュゲルはその期間を1906年から1916年頃までと、推定している。また、ビゴーが、新聞、 雑誌の挿絵から手を引いてこの仕事に就いた背景について読者の求めるような題材を時には事実を曲げてでも描かねばならない挿絵よりもそうした制約のないエピナール版画を選んだのではないかと推測している。美号のエピナール版画の中には他に例を見ない日本の昔話や風俗を扱ったものも少ないながら存在した。美号の作品を 同業者がコピーした例も多く、及川は他のエピナール版画と比較して、美豪が絵画的に卓越していることは一目瞭然であると評価している。しかし、エピナール版画は駄菓子屋などで子供が購入するような安価な商品であり、芸術として評価される対象ではなかった。美豪の次女はその子供にはこの仕事について全く語ることがなく、 孫たちが1970年代に日仏の美語研究者から取材を受けた際にもそのことに触れなかったため、及川が1980年代にその事実を発見するまでは知られることがなかった。1925年にはフランスの装飾芸術展に出品し、教育功労賞を受賞した。同じ年、マルセイユで発行されていた。 ミディコロニアル・マリティムという週刊新聞におよそ20年ぶりに挿絵の寄稿を再開する。この新聞はフランスの植民地に関する話題を主に取り扱っており、当時フランス領インドシナ総督となったアレクサンドル・バレンヌを社会主義者として批判する論調をとっていた。微号の挿絵は当初この論調に沿ったもので、後には中国における共産主義運動も 題材として取り上げている。1925年に日仏根結でフランス在住の山田菊が日本を題材にした小説マサコを観光すると強い興味を示し手元の本に1ページずつ挿絵を入れることを試みた。晩年の彼はエソンヌ県のビエーブルの自宅にヨーロッパには自生しない竹を取り寄せて植え付けた小さな日本風の庭園を作り その庭を眺めることを好んだ。日本風の着物をまとい、近所の人々からは日本人と呼ばれた。1927年、自宅の庭を散策中に脳卒中で倒れ死去。67歳だった。死去により、政子の挿絵は死体を含めて14図で途切れた。ミディコロニアルマリティムに寄港していた挿絵が外部に発表した作品としては絶筆となった。 第二次世界大戦前の日本では、美豪の自責はほとんど知られることがなかった。これは、美豪の仕事の多くが、居留地や、海外の欧米人向けであったことや、生前に、黒田清照と絶縁してしまったことが影響している。日本の洋画界への影響に関しても、幕末に来日したチャールズ・ワーグマンとは異なり、洋画を本格的に志す、日本人は自ら留学する時代になっており、 美号がその手本となることはなかったのである。戦後、歴史学者の服部思想が主催する近代史研究会のテキストで美号の風刺画を多数紹介したことで日本国内に広く知られることとなった。社会科の教科書に美号の絵が掲載されるようになったのもこれ以降である。日本の芸術史においても漫画のほか、日本の同伴画家に影響を与えたことが指摘されている。 また、上記の通り、及川茂によって、帰国後のエピナール版画の差し絵画家としての仕事が発掘され、及川は、美合には、エピナール版画の中高の祖という言葉こそ、ふさわしいと思うと記している。清水伊佐夫は1970年、それまで15年にわたり収集した、美合の作品や、研究成果を500部限定の、ジョルジュ美合画集として、自費出版し、 美豪の研究と再評価に大きく貢献した。清水は1994年に突出して屋根裏部屋に保管されていた美豪作品の子孫から買い取り、2021年3月に死去する前に自らの改名を釈美里真嗣と決めておくほど入れ込んでいた。美豪の身長は160センチメートルと欧米人としては低く、当時の日本人成人男性の平均とほぼ、 同じであった。清水遺産は、このことで、威圧感を与えずに、日本人の中に入り込むことができたこと、また、日本人の目線と変わらない絵の構図を獲得できたことを推定している。美号の描いた、風刺画のうち、六名館や、日清戦争を扱ったものは中学校や、高校の社会科教科書に、しばしば教材として掲載されて、馴染みが深い。 これらの絵では日本に対して辛辣な描き方がされている。これについて、清水遺産は、美語は条約改正を焦燥と考える点では、居留地の外国人と同じスタンスに立っており、日本人の非近代的な側面を強調することで、それをアピールしようとした際に、貧相な容姿と非近代性をこじつけることが、読者の理解を得やすいと考えたからだとしている。ただし、 美豪が批判したのは日本国家の悲壮的な王家主義であり、日本の伝統的な文化や庶民の営みには敬意と共感を抱いていた。子守の少女が鉢巻きを巻いた姿で遊ぶのを目にして、鉢巻きは赤ん坊の顔に髪が触れないための工夫で少女が遊ぶことで赤ん坊も楽しめるという点で日本の子守は利口であると感服したという日本人の証言が残されている。 女性については、トバイの中で、日本で一番いいもの、それは女性だ。日本の女性に生まれたのだから、どうぞ日本の女性のままでいてもらいたいと知るし、絵においても、上流階級の人々は別として、風刺の少ない絵を描いた。後には、日本人女性と結婚している。この背景として、日本の女性が美語の求める日本的なものや江戸情緒を伝える、存在だったからだと、 清水伊佐は記している。1898年頃と推定される、滋賀州横浜バラードには、日本への幻滅が歌われ、離日直前に観光した、画集、1899年5月では、条約改正後の日本に対する外国人の不安がストレートに表現されていた。しかし、フランス帰国後も亡くなるまで日本に対して、愛着を抱き続けた。また、 日本軍をよく知っていた美合は、日露戦争当時のフランスで、ロシア圧勝という世論に同調しない数少ない、フランス人でもあった。欧米における、日本人描写のステレオタイプとなった、釣り目で、出っ歯という姿は、美合の風刺画にも登場するが、その点について、清水伊佐は、当時の日本人は、現在に比べて、国民全体の栄養状態が悪く、 小柄で出っ歯の人が多かった。そうした日本人の姿が1867年のパリ万博で直に欧米人の目に触れたことと、バーグマン、ビゴーなどの来日外国人の絵や、当時の写真などの影響とによって広まり、欧米人の日本人間の一要因となったのではないかといった意見を述べている。一方、同じくステレオタイプとしてよく登場するメガネについては、ビゴーは、 一般的に言って、日本人の視力は大変悪い。日本では様々な形をした、また様々な色をしたメガネをかけている人に出会うと記している。清水伊産は、当時の日本人が栄養状態が悪かったせいか、また、家屋の作りから来る、照明状態の悪さからか視力が良くなかったことと、明治以降印刷物を読む機会が増えたことで、メガネを 多くの人が使うようになったのではないかと推定している。ただし、美豪の絵にメガネをかけた人物は必ずしも多くない。清水も昭和期以降の欧米での日本人像にメガネが多く出る理由には昭和天皇や東条秀樹といったメガネをかけた洋人がいた影響を指摘している。美豪が庶民をスケッチした絵では男女を問わず様々な人相、年齢、 職業の人物を描き分けている。清水伊産は、美合は、反日かなのか新日かかと聞かれることがあるが、答えはもちろん新日家であると述べている。大川茂は、帰国後の美合は、当時フランスで見られた、インドシノなど、他の風俗と混交したようなデタラメな日本描写を、心よくは思わなかったが、それに立ち上がって抗議するような形での感情は、 日本に抱いていなかったとしている。及川は美号が日本をエキゾチストではなく生活の一部として生きてきた人間であり、日本と対決したり競い合ったり摩擦を感じたりするのではなく、あればあるがままになければなしでもやっていけたという。対日当時の日本はそこで生活していれば批判の対象であり、揶揄の種であったが、 それは美孔が初めて知った日本とは別物であったとする。帰国後の美孔にとって日本はいつも優しく、そこにある国で素朴で自然で暖かい日本を自分の心の中にしまっておきたいという感情ゆえに、ジャーナリズムの差し描画家という職を捨てざるを得なかったと指摘している。吉村和馬は漫画表現に内在するステレオタイプとその起源に関する考察の一環として、 微豪が六名館に行くため洋服を着る日本人を猿として描いた有名な絵を取り上げた。吉村はその中で、これらの図からは、メガネ、鉄波や猿顔、釣り目といった特徴を持った当時の後発近代国家に属する日本人という他者の未開性を描くことによって、先発近代国家に属する事故の文明性を確認しようとする二人の自体意識が監修され、それは微豪が 絵の片隅に書いた名馬行という文字にも如実に示されていると記している。吉村は二人が日本人に偏見を持っていたとか当時の日本人は文明開化の意味を取り違えていたといった過去への断罪を主張したいわけではないと断った上で、これらの絵に描かれた日本人の視覚的イメージがその後の漫画表現に与えた影響力の大きさを指摘している。また、 二人が共に新日課で写実的なスケッチも数多く残している事実と合わせ、これらの日本人描写を通じて浮き彫りとなる彼らの視線が意味するところは複雑で重いと述べている。宇都宮美術館は清水勲の協力により世界最大級の美豪作品コレクションを有し、2021年には美豪展を開催した。千葉市美術館は稲毛海岸を 千葉県立美術館は稲毛の女漁師と子供を所蔵する。ありがとうございます。